名古屋高速5号、万馬線は愛知県の名古屋市中区の新須崎ジャンクションから名古屋市中川区の名古屋西 JCT へ至る名古屋高速道路の路線である。道路法上は名古屋市道高速1号の一部である。このことから本校では5号万馬線と2号、東山線をまとめて解説する場合、便宜的に高速1号と表記する。名古屋市の中心部と 市内西部地域を連絡する東西方向の路線である。西端の名古屋西 JCT にて、東名阪自動車道と名古屋第二環状自動車道、及び東端の新須崎 JCT にて、都心環状線、二号東山線と接続する。このことから、万馬線は、三重県や関西方面と名古屋市内を連絡する、使命を担っている。 名古屋高速において3番目に共用された路線である。最初に共用された3号、大高線が計画台数を大きく下回る中で2番目に共用された都心環状線の一部区間の開通によって利用台数が上昇に転じ続く5号、万場線の開通は利用台数の大幅な上昇と料金収入のアップを後者にもたらした。万場線は 全線公開一層式となっている。起点の新須崎 JCT では、都心環状線とはランプウェイで連絡するが、2号東山線とは直線で繋がっている。路線は黄金出入口付近までは直線で、そこから先は青波線、JR 関西線、近鉄線を横断することから大きくカーブする。横断後、再び西に進路を変えて、 愛知県道115号津島七宝名古屋線の上を通って終点の名古屋西 JCT に至り東名阪自動車道へは直線で名に関へはランプウェイで連絡する5号万馬線は2号東山線と一体で計画されたその建設の趣旨は名古屋市内と東名高速道路名古屋愛知内市三重県方面を往来する長距離交通を 名古屋高速に誘導の上、平面街路の渋滞解消を意図する内容であった。そして、名古屋市周辺を迂回する名古屋環状2号線とは、上屋城と千門寺付近で連結して、名古屋市内に用がない通過交通を名古屋環状2号線に振り分けることで、さらなる機能文化を推し進めることとされた。1970年代に計画された名古屋高速、角路線は、 その当時全国レベルで高まりを見せていた反抗外、運動の煽りを受けて、1976年に、おおむね3割の区間が、高架式から、半地下、地下式に、都市計画変更された。しかし、万馬線は、東海道新幹線をはじめとした、鉄道各路線の直下を地下方式で建設することは、技術的に不可能とされ、進化は、省内側の都下区間及び、 名古屋環状2号線専用部との連結部は、硬架式で建設するという取り決めもあり、検討段階で、全区間が、半地下、地下式の対象外とされた。このため、半地下、地下式あるいは、硬架式の選択で、2点3点下2号楠木線より遅く着工された、割には、楠木線より2年早い1986年に、全線開通を見ている。従来、 白川名古屋西 IC 間は一般道路で30分を要したが万馬線開通によって10分で移動可能となり白川亀山間で見ると所要1時間10分が40分に短縮されたその便利さを裏付けるように開通1ヶ月間で予想された利用台数を6000台上回り後者の収益面に対しても大きくプラスに貢献した1979年の2号 大高線開通以降しばらくは利用数が予想を大きく下回り、費用が収入を上回る赤字が続いたが、万馬線の開通は前年の東新町入り口と東別院出口への延伸開業とも相まって大幅な料金収入増をもたらし、1989年度以降は単年度の黒字に転換、償還準備金の繰り越しができるまでに改善した。開通時点では、 他の名古屋高速路線とはつながっていなかったことから、白川出入り口と指定の名古屋高速出入口間の連絡用の立ぎ券を発行し、高速料金の二重払いをしなくても良いシステムを採用した。より一部データを抜粋して、作成黄金湖線橋黄金湖線橋。私鉄と JR 線及び名古屋市道環状線の黄金立橋をカーブでまたぐ大規模湖線橋である。 万馬線は全路線中一箇所で進路を大きく変更するが、それが、東海湖線橋区間である。愛知県道115号と笹島地域を橋渡しして、若宮台2へ連結させる上でのアプローチ路線となる。東海区間には、近鉄、関西本線、青波、線、JR 東海名古屋工場に至る線路が集積し、そこを、 名古屋市道館上線の黄金立橋が横断、さらにその上を万馬線が通過するという複雑な構成となっている。こうした状況下で全長を293メートルの弧を描く、古線橋を仮設するには、一括送り出し工法と橋の中央部をクレーンで仮設する工法を併用することとして、まず1984年9月より、両側から橋桁を送り出す工事を開始した。 ただ、黄金立橋の飛行通量は約6万7千台に上ることから身長を期しての施行となり、両桁間を38メートルまで接近させて1985年7月に送り出し工法による建設は終了した。残り38メートルは黄金立橋にクレーンを設置、桁を吊り上げて落とし込んだ上で、ボルトで接合する工法を採用し、 最初の工事が1985年10月に施行された。なお、万馬線における工事の難所は、黄金湖仙橋と工術の中川運河、倉庫群における2カ所であるが、当該工事の進展が万馬線開通時期の見通しを与え、当初1986年度とされた開通時期を1986年秋に具体化させる一要因となった。 六端古仙橋黄金付近の大規模、鉄道集積地帯をまたいで、後、若宮台通に直通するためにはもう一つ、鉄道集積地帯を超える必要がある。これが六端古仙橋である。ここは、東海道新幹線と JR 中央線、東海道線、名鉄線が集積し、さらに幸福院道路の名古屋市道、広い町線が並行する。また、 当該区域と新須崎 JCT が近接することで JCT の渡り線も五線橋にかかる。こうした状況から工事は送り出し工法により仮設した。道路交差部は手延べ機を使用することなく25メートルを押し出したが、鉄道交差部は手延べ機と自走台車による送り出しの上、前後に設置した門型降下機によって本線橋下に連結した。 さらに丸田町 JCT にかかる渡り線2日は本線下田上で組み立てた上で送り出しにより設置している。この付近は万馬線計画時点では中川運河の堀止付近を利用してにさばきするための4から5階建ての巨大倉庫が複数存在したことで、その大きさと業務内容ゆえ用地買収における大体値が見つからない場合は高架下における営業を許可した。 そのことから、橋脚は倉庫間をまたいで建設されることになり、勢い体系間の高架橋となった。橋脚は倉庫間の狭い隙間に建設され、大スパンで橋桁を仮設するにも倉庫があるために、橋脚中間に仮設橋脚を組めないことが問題となった。このため、運河上に作業工大としての仮桟橋を建設し、そこで長大橋桁を組み立て、 橋脚にスライドして仮設する横引き工法を採用した。高速1号は東西方向の路線であることから路線を挟んで北側に位置する区域では南側からの太陽光が遮断されるエリアが発生する。名古屋市の調査では当時前後で最大20日間にわたって太陽光が当たらないエリアが発生するとされた。これについては必要な補償を行ったが 北側の車音壁に、投降性タイプを採用して最高面に配慮した。名古屋市と郊外を出入りする国道、高速道路は概ね省内側ない市天白側をまたぎ、名古屋市内の交通流動を考える上で、大きな障害となる河川である。名古屋高速で見ると、この二大河川をまたぐ場合は、並行する幸福院道路を避けて迂回するケースが多い。一号楠の帰線は、 国道41号の上流側、6号清洲線は、国道22号の下流側、3号大高線は、国道23号の両側、4号東海線は、愛知県道55号名古屋半田線の下流側に、偏って建設されている。その中にあって5号、万馬線はそれらとは異なる形態を採用している。万馬大橋は、名古屋市中村区と、 中川区の区間となる庄内側に架か,かる橋長196メートルの大橋である。もともとは愛知県道115号のみが占有する単独の橋だが、いかん線片側1車線と、道路幅が狭く、堤防道路と平面交差していることもあって、朝夕には身動きが取れないほどの渋滞が発生していた。このことから地元より早期の道路拡幅の要望が出されていたが、 これに対しては高速道路の関連外路事業の一環として掛け替える計画とされた。このため、拡幅と万馬線の事業を一体的に行うにあたって、近接する万葉小橋も含めて橋脚から全て掛け替えることになった。これに伴って、橋脚を二段として万馬線を上乗せする形となり、県道の中央を高速道路が通過する構造とされ、 結果的に他の名古屋高速路線とは異なる道路形態となった。改築後は、急遽と比べて福音が13メートルから32メートルと3倍に拡幅された。なお、万場大橋と似た構造としては、短い距離ながら3号、大高線の古属大橋がある。ありがとうございます。